終座詞、か、かなの総整理です終座詞は文に意味をプラスしますそして一番の特徴は文末に置かれるということですねではその文末で使われるかやかなですか、かなの直前は体言もしくは活用する後の連体形ですそしてもちろん文末に置かれるわけですからこのように句点があることも確認しましょうね では、意味です。意味は「英単。何々なことだ」「〜だなぁ」と訳しますでは例を見てください「春や時花や遅きと聞きわかん」「うぐいすだにも鳴かずもあるかな」はい五七五七七の言葉のリズムですねということでこれは和歌ですでは品種分解してみましょう「春」 や、時き、や、おそき、と、聞き,きわかんうぐいす、だに、も、なか、ず、も、ある、かな、ですねそして、しゅうしのかなが使われています和歌の、この最後の部分ですね え先ほど文末に置かれる終女詞なので最後に句点がありますよというお話をしましたが当然和歌の時は句点はなしですよねさあ英単とは感動した自分の心の声が現れたものなんですがつまりででよく使われるんですねもちろんね会話文でもこの英単の「か」「かな」が用いられます。 では今ご紹介しましたこの例文歌の中にどのような感動の心が込められているのでしょうかね訳はこうなりますはい一緒に見ていきましょう春や時春の訪れが早いのか花や遅きと花の咲くのが遅いのか聞きわかんその声を聞いて判断したいと思ううぐいすだりも うぐいすさえも泣かずもあるかな、泣かないことだ古今和歌集に収められている歌の一つです皆さんは小学生の頃から、例えば百人一首などで和歌の中で使われるかな、まあ、つまり英端のこのかなについては馴染みが深いものだと思いますではこの歌の言葉の説明を少し補足したいと思います はい、春や時の時ですけれども、これ元々は形容詞、そして年が終止形なんですね。年は時期が早いという意味を持っています。ではこの終止形年の連体形が時なんですよね。ではなぜこの春や時の時は連体形になっているのでしょうか。 ここはぜひ気づいていただきたいですね。直前のこのやに着目です。そう、係助詞です。係助詞のや。そして、これは係り結びが起きています。やの結びは連体形。ということで、年が連体形になっているんです。係、えー、り結びというのは、文末。というふうに覚えていらっしゃる方が非常に多いです。ですが、今回のように。 春や時春の訪れが早いのかというふうに一旦分威が途切れる時このような時にも用いられるんですよそしてかかり結び当然今疑問であることがわかると思います同じように花やおそきですこの遅きもはい、形容詞の遅しの連帯形なんですいや が文中にありますよねということで係り結びが起きています連体形の遅きなんですよ花や遅きが花の咲くのが遅いのかと疑問の意味になるのはこのせいですねということで 春の訪れが早いか、それとも花桜の咲くのが遅いのかそれをウグイスの鳴き声を聞いて判断したいと思ったでもそのウグイスさえも鳴いていないこれがこの歌の読み手の短単なんですね。 さあ、まとめに入りましょう。修、えー、女子、か、かな、いずれも英単を示しますが、とにかく文の終わりにあるということが目印です。例えば、かだったら、そうですね、係助詞のかがありますね。その係助詞のかとの見分け方はどうしたらいいのと思うかもしれませんが、まずは、か、文末にあるという修女子そのものの特徴をしっかりと頭に入れましょう。 そして終助詞かかな。和歌や会話文で使われる英単です。何々なことだ。何々だなぁと訳すこと自体は簡単だと思います。では、一体どんなことに対して、話し手や読み手が英単の気持ちを持っているのか？それをこれから捉えていくことが重要ですね。終助詞かかなの？総整理。以上です。